東京スカイツリー1周年、ショートショートフィルムフェスティバルアジア15周年おめでとうございます。すげえ。ちょっとちょっと、もう一回言ってみよう。仮説が面白い。あ、そうですか。ショートショートフィルムフェスティバルアジア15周年フェスティバル、フェスティバル、おう、まあ、お祭りですよ。おう、で15周年と、スカイツリー1周年、おう、本当におめでとうございます。おめでとうございます。これからもですね、はい、もうさらに日本一、まあ、世界一を目指して、ください。僕らも、いや、なんか、いや、なんかセリフが作った感じで面白くない、はい、本当に感じで言わないとバレるよ。あ、実力者が見てるから。いや、ケンチケリンチケーっつっても、そうですね、もう、あー、これはね、これはね、本当、いや、一番言った方がいいよ、これは。何ですか、マジで。ちょっと僕本当に台本を読ませてもらったんですけど、そのヒューマンドラマじゃないですか、このスカイツリーをテーマにした。だから家族とかそういう大事な人、身近な人と一緒に見てほしいですね。まあ今回メキシコでも、ね、そうだよ、流れるらしいんで、やっぱメキシコの方、ね、まあどういうタイプが見るか分かんないですけども、はい、いろんな世代の方に見てほしいですね。そうですね、はい。一番最後は何か言いたいことあるだろう。はい、言いますよ。はい、 Life is short。 えい、ー